こんばんは。前回の続きやっていきます。ガチャやっていきましょう。グローリーね、これ 1,2,3 で入れますね。白が1、黒が2、で金色が3ですね。素材、3、OK。持ってるやつだったらいいんだけど、わかんないね。あ、使ってない。というか、星5がないかもしれないですね。これも一緒ですね。OK、2。はい、ない。キーパーかな。キーパーなのか。違うね。あ、ディフェンダーか。持ってない。処分ですね。これは確定です。持ってるやつが欲しいわ。ああ。これ持ってんじゃない？キエーザ持ってるけど使ってないですね。91とかだったと思う。これがね、レジェンドが出るかもしれないやつね。5% なんですよ。まずこっち行くか。期待薄。金が出たら、ここですけど。はい、4。これ、イベントに関係あればいいけど、なさそうね。で、30% ですね。星5が。あと、カードね、500枚までなんですよ、持てるの。困るなぁ。しかも今イベント当てるからね。まあ、これだけいいや。とりあえず。1枚だから。他のガチャができないですね。いっぱいだから。500枚までなんで。とりあえずこれやって、イベントが終わったら処分しましょう。いらないのはまとめて。同じですね。あ、読んだ。残念。いやぁ。ちょっと、いまいちでした。うん。今はね、まだライジングスタジアムは続いてます。同じですね。あのスタジアムが出てきてライフ削るってやつ。そんなにね、面白くはないですね。で、こっちはね、イレブンマッチっていうのは11人でするやつで、自分は1人選手出して、他にあと10人、他のユーザーの方と11人選手で戦う、敵と戦うみたいな。1人ずつ出していってね、選手を。っていうやつで、4人以上いたらできます。ただ、ちょっとね、これももう何回かお見せしてるんで、やっぱランクマッチですかね。なんとかね、このダイヤモンドレベル2キープしてるんですけどね。負けそう。シュート6本打つとかね。あ、やってみますか。ちょっとね、もう、勝てる相手が出てこないですね。ね、全部自分より上ですからね。もう格上相手なんで厳しい。ほら、もう全部光ってるんで、レベルの上限値が上がってるのと、下こう10っていう、ブーストがもうね、上限値に達してるから、これは、勝てない。3失点以内に抑えたら自分もこれもらえますね。相手はミサンが使ってる。厳しいな。相手のユニフォームは2周年記念のアウェイ用。自分はホーム用ですね。もう打ってほしいわ。いや、これいかんわ。おお。相手のレジェンドなんで、レベル90まで持っていけるやつだね。いや、取られる。ダメだ。まるで鉄壁。お、いいね、パスとしては。いやね、もうこれ、でも、まあ。そうね、まだこれでも、うん、7-3 ぐらい、7対3ぐらいの割合で負けますね。さあ、ゴールを奪った後のキックオフとなります。相手はそんなに焦ってないと思う。こんなんよくあることですからね。格下に最初に点取られるって。危ないわ、やめて。いやーね、こうなっちゃうから。まあ、前半 2-1 ぐらいで折り返しても多分後半逆転されて負けると思います。さあ、追いつかれてからのキックオフ。パスでつないでいく。うーん、オフサイドです。残念。レフリーよく見ていました。まあ、相手の主力のロナウジーニョとかを削って交代とかさせると分かんないけど。シュート、
いや危ない。ゴールキックです。ラスを出すサイドからドリブル、まるで鉄壁。今前半これでいいね。やばいよ、やばい。オッケー、ハーフタイムのホイッスル。まあ、前半オッケーですね。後半ちょっと心配だけど、相手のチームの名前がなんかヒデダンみたいな名前になってます。さあ同点のままこの後半キックオフです。いやもう上げて抜いた、左からクロス。いや相手のがもう絶対上なんだけどね。よくやってる方ですよ。1-1で相手のキーパーキラだ。キラはあの100でしたけど、グレードプラス3とか4ぐらいの価値っていうかぐらいの数値が出てるってことですね。いや、いやだ、やめて。ほら、いかん、もう上げてほしい。いや、やめて、取られるから。お、いいね。フリーキックからリスタート。いいよ、今のところいいですね。中央へ送る、シュートこぼれた、頼む。いや、いい試合だ。負けると思ったけど、これは出てますね。リーキックからリスタート、中央へ送るサイドから。いや、いいとこもらった。またメンバーチェンジがあります。フリーキックです。狙わないんですよね、モドリッチが。カット、スキル持ってるのにね、異次元シュートっていう。おお、いや、夢は見れたな。残りあと3分ぐらいでキックオフです。相手も絶対強いんだけど、やめて。あー、これいかん。あー、いかん。おお、嘘でしょ、ちゃう。すごい。いや、相手のあのチャレンジもらいましたね、こっちが。すごいな。試合に勝つとコインが6枚もらえるんですよね。で、負けたら3枚ですけど、もう負けると思ってたのによく勝てたね。シュート6本打ってないってことです。6本打ったらこの900もらえたんだけど、いや、大きいなこれ。レベル2で前回キープできたんですよ。またこれいけるかも。ちょっと今 ないですけど、ここにね、超ブーストホイッスルっていうのが交換できるんですよ。それが補充されたらまた交換できる。いや、いいな。それダイヤモンドじゃないとダメなんですよね、条件は。ちょっとイレブンマッチやってみますか。これね、選手を1人出すやつ、さっき言った、あ、全然やってないから、イージーからか。 BP 使います。マッチングまで飛ばしましょう。待ってるんですけど、マッチングしない。あ、4人以上いたらね、試合できるんですけど、今3人でしょ。あともう1人来ないと。いや、ダメだ。ほら、キーパー出したのにな、こっちは。ちょっとよ、キーパー出す人そんないないでしょ、下の方だったら。あの上の方はね、結構キーパー出す人いるんですけど、これ厳しいな、集まんないかも。やった、来た、できる、これで試合が。いや、ちょっと長かった。結構待ちましたよ。今イージーなんで、3つあるんですよ、強さが。まず最初の方なんでね、ここね、大体みんなもクリアしてるんですよ、普通。ね、4人しかいないから、これ自分でしょ。
勝つのは勝つとは思うんだけど、これで戦力、自分たちが左。これね、試合前半の45分しかないです。45分っていうのはこのゲームの中の時間なんで、多分数分だと思うんですけど。左からクロス、コーナーキックです。自分はね、キーパーなんでほぼ出番ないです。ちなみに今回のメンバーね、ディフェンダーが多かったような気がする。自分がキーパーで OK。 これ自分ですね。この今水色で円が出てるやつで、ユーザーはね、キャラクターの上にね、あの名前が出てるやつがユーザーなんですよ。だから出てないの全部コンピューター。中へのボール、あ、今これ出てますよね。出てるのはユーザー、コンピューターじゃないかな、違うかな。キックオフです。一回キャッチしたからキーパーで自分入るかもしれないですね。1、2、3位はなんかねあるんですよ、表示が1位、2、3位って。これは出てますね。 OK。 前へ送る。これはね、選手何人かで出すスキル、このタイプスターズっていうの。いや、これコンピューターですね。切り込んでいく。勝ったわ、1-0 で。シュート。OK。OK。ちょっと活躍し、自分もしたようになってるかも。さあ、勢いを止めずにこのまま一気に行きたいところです。今日のゲーム見事勝利で終えることができました。これ、あ、ダメだ。1位でしょ、2位でしょ、3位。自分はこれだ。キーパーだから1210。あんまり良くなかったな。これもね、試合終わった後にコインもらえて、ポイントか。で、それでね、交換できるんですよ、アイテムと。このね、この EP レベルっていうのをね、5にするのが目標です。もうマックスになってるんで、これ以上上がんないです。ここ今2599ありますけど、ここで交換できるんですよね。こういうのと交換します。これガチャのチケット、オランダ代表かな。でこういう素材、ここら辺はレベル上げの素材かなとか、あとスキル上げるときに使うやつですね。あ、スキル上げるときの素材かな。選手にスキルがあるんですよ。上げてないやつないかな。ですか、これ上げてないんかな。これ上げるときの素材ですね。こうやって、こういう素材ですね、今ね。いっぱい持ってるんで、もう500、ほぼ400とか500とかあるから、もういらないんですかね。今のね、イレブンマッチね、イージーだったんで、次はノーマル。これクリアすると今度ハードになりますね。条件はここ書いてます。カードのレベル40とかね、ユーザーのレベルが60以上とか、自分は今これですね、100だからいけますね。こうクリアすれば。今回はここまでにしたいと思います。ご視聴ありがとうございました。